箕納川ダムは、大阪府未納市、一級河川、淀川水系箕納川に建設されたダムである。大阪府が管理する、不営ダムで、高さ47メートルのロックフィルダム。箕納川及び五流先の稲川の洪水調節と、箕納川の流水機能を維持する目的で国庫の補助を受けて建設された、補助治水ダムである。ダムによって形成された、人造庫は、 悠々霊区と命名された。このダム付近一帯は、明治の森美濃国定公園に指定されている。美濃川は、西日本最大級の河川、淀川の支流である神崎川に合流する、稲川に注ぐ、小支流である。北雪丘陵の民が、田尾山と八伏山を水源として、山地を降り、大阪府美濃市、池田市、豊中市と兵庫県伊丹市を流れて、稲川へ注ぐ。 流路延長1 5 0トル、流域面積23.6平方キロメートルで、その半分は山地で占められているが、下流部は都市河川となっている。途中には名称である美濃の滝があり、付近一帯は明治の森美濃国定公園にも指定され、大阪府民の憩いの場ともなっている。未納川は上流部を比較的急峻な峡谷が形成する一方、下流部は 大阪市のベッドタウンとして、戦後人口が増加の一途をたどっていた。しかし、こうした地形と流域の条件は、集中豪雨や台風による水害に弱い土地柄であり、河川改修も宅地増加によってままならない状態であった。その中で1967年7月に、大阪府北部地域、通称北雪と呼ばれる地域を集中豪雨が襲った。 いわゆる北雪豪雨であるが、この豪雨によって増生盛んであった千里ニュータウンをはじめ、稲川流域は大小の河川が氾濫し、死者を含む多大な被害を受けた。この北雪豪雨を機に、大阪府は当時の知事であった黒田良一によって稲川流域の抜本的な河川改修を進めることになった。稲川本流部は兵庫県を主な流域としており、 大阪府として対応が取れなかったため、稲川の支流で大阪府内を流域とする美濃川、及び稲川同様神崎川に合流する愛川を対象とした河川改修を行うことにした。しかし下流部は大阪市内より約 20km 圏内の近郊住宅地として、宅地の増加が著しく、加えて1970年の日本万国博覧会を機に、 名神高速道路や東海道新幹線、大阪国際空港が整備されて、物流拠点にもなり、堤防の整備や川幅の拡張は、大幅な住居、工場、道路、鉄道移転を伴うことから、保証費が莫大なものになることが予想され、事実上不可能に等しかった。そこで、大阪府は、下流の河川改修よりも、費用対効果で優位なダムによる治水対策を採用。 美ノ川と相川にダムを建設して、下流地域への洪水調節を図ろうとした。これによって計画されたのが、美ノ川ダムと相川ダムであり、美ノ川ダムは、美ノの滝直上流部に建設が1968年より進められたのである。ダム建設予定地には、人家や田畑はなく、こうした一般保障については皆無であった。しかし、 当該地域は1967年に明治の森美濃国定公園に指定されており、国定公園特別地域として環境面での対策が大きな課題であった。このためダム建設に際して事業者である大阪府は周辺地域の環境調査を実施し、美濃の滝の水質維持や周辺山林の緑化対策、日本ルの生態系維持などに特段の注意を払うことになった。 1972年よりダム本体建設に着手したが、本体建設において、大阪府はあらかじめ自然環境保全に関する基本方針を定め、可能な限り早期に植林などの緑化対策を実施して、自然環境を可及的速やかに復元する方針を取った。ダムの形式については、ダム建設予定地の地盤が、相模や年番岩など、 あまり堅固でない地盤であったことから、経済性の観点で、ロックフィルダムを採用することになったが、土砂と岩石を原材料とするロックフィルダムの場合、原材料を採取する原石山において慎重な対策が取られた。ダム本体の建設が完了する際に、原石山については、早々に植林など、緑化対策を行って、早期に環境の現状復帰を促したのである。 ダムは1983年に完成したが、こうした環境対策によってミノ川ダム周辺の緑化は比較的早い段階で進行。ダム完成後も継続的な緑化対策が講じられた。こうした活動が認められ、1993年には環境庁より環境省を受賞している。最大の目的は洪水調節であり、北雪豪雨における洪水を基準として、 ダム地点において、毎秒125立方メートルの計画工、水流量を毎秒109立方メートルカットし、下流には毎秒16立方メートルのみを放流する。そして地水基準点である、石橋地点で毎秒400立方メートルの洪水を毎秒315立方メートルにまで軽減させる役割を持っている。また、毎秒点零八立方メートルから点一四 立方メートルの水量を一定に放流し、未能川の流量を維持して枯れ側化を防ぎ、生態系を保護する不特定利水の目的も有する。これら二つの目的はいずれも、治水目的に入り、多目的ダムのように、上水道、工業用水道供給や、水力発電などの利水目的は有さない。こうした治水に目的を限定したダムを治水ダムと、呼ぶが、未能川ダムは、 国庫の補助を受けて建設が進められた補助治水ダムである。この制度は1968年に発足し、秋田県の旭川治水ダムを川切りに日本各地に建設されたが、美能川ダムはその初期例である。なお、美能川ダムと同時期に建設が計画された愛川ダムは水没予定地の住民による反対運動が長期化し、天竜港の着手は2012年12月。 ダム本体建設の着手は2014年3月となった。2020年10月現在、2022年の完成を目指して工事が続けられている。また、美能川ダム完成の同年には、稲川上流部の支流、一子大路地川に一子ダムが完成支流域の治水対策が強化されたが、同じ稲川支流、 あまり野川に建設が予定されていたあまり、野川ダムは2008年に建設が中止されている。悠々霊区、美濃川ダムによって形成された人造湖は1988年に悠々霊区と命名された。人造湖に霊区とカタカナ表記で命名されたのは美濃川ダムが日本唯一であり、ひらがなとカタカナのみで命名された人造湖としても日本唯一で、 特徴のある名称になっている。悠々は、悠と、悠の意味であり、老人や子供にも利用される憩いの場になって欲しいという願いが込められている。ダム及び悠々霊区は、明治の森美濃国定公園に指定されており、すぐ下流には、美濃の滝を筆頭とした美濃渓谷がある。春の新緑や秋の紅葉が見事であり、ダム下流、この遊歩道より、ダム真下まで行くことも可能である。 ただし、悠々霊区は管理上の問題から釣りをすることが、おかずり、古城の釣りともに献金となっている。しかしこうした規制にもかかわらず、立ち入り禁止区域に、侵入して釣りを行う釣り客は後を絶たず、問題になっている。美濃川ダム、悠々霊区へは、公共交通機関では、阪急千里線北千里駅、または、北大阪急行、千里中央駅より、 阪急バス29系統、北雪霊園、または希望が丘4丁目行きを利用して、カツオ寺停留所下車、その後徒歩で到着する。本数が少ない上、毎年正月三が日,日やお盆時期は、周辺道路の著しい渋滞により、運行に支障が出るため運休となり、その場合は、美濃市内の麓にあるバス停まで乗車し、そこからは登山道を徒歩で向かう方法しかないので、 注意が必要である。自家用車の場合は、不動43号、または不動4号をカツオ方面へ向かう。ただしこの周辺は、日本猿が多数生息する地域として知られ、道路上に居座ることもあるので運転には注意が必要である。またいかなる場合でも猿に餌を与えることは、見直しの条例で禁止されている。また前述の通り、正月三が日とお盆時期は、 カツオへ向かう車で渋滞するため、訪問の際は注意が必要。ミノ川ダムは釣り客の穴場となっているが、実際に釣りができる場所は多くはない。麓へ降りる道は柵によって閉鎖されており、前景の写真が撮れる場所がないのが難点である。駐車場は一切完備されておらず、道も一本堂となっている。また付近は交通量が多いため駐車は追突の危険さえある。 ダムへ行くには自己責任となっている。英語表記による、レークは北海道の所炉側に建設された所持ダムの人造庫、グリーンレーク所持がある。愛川ダム建設事業とはダム建設事業。ありがとうございます。